はい、もちもち TV のもちです。この度ですね、嵐の解放が届いたので、今回は紹介、それを紹介しようと思うんですけど、嵐の話題するのってなんだかんだ久しぶりだと思うんですけど、まあこんなに、まあ3月26日に解放が発送します、発送しましたかなっていうメールが来て、ファンクラブから。で、全然来なくて、いつ来るんだろうと思ってたんですけど、4月3日ですね。うちは4月3日に届きました。まあ、まだ届いてない人もいるみたいなので、ちょっとあんまり具体的には紹介しないでおこうと思うんですけど、とりあえず、こんだけ、こんなに大きい封筒で、この嵐って書いた、この大きな封筒、A4 の封筒が届いて、え、これ解放なの?と思って、まあ、今まで解放って、まあ、これぐらいのサイズの、なんか、解放というには、ちょっとおこがましいような、なんか小冊子小冊子みたいな感じで来たじゃないですか。まあ、内容は結構、今までの解放もぎっしり詰まってたんですけど、なんか大きさが小冊子みたいで、ちょっとどうかなって思ってたんですけど、まあ、今回は A4 ということで、まあ、びっくりしましたよね、とりあえず。とりあえず、こんな感じで、ちょっとまだ解放が手元に届いてない人もいると思うんで、ここ、モザイクかかってると思うんですけど、とりあえずこんな感じで A4 サイズで届きました。なんか紙質もですね、なんていうのかな、これ。なんか、サラサラしてるというか、ザラザラしてるというか、なんか紙質もいい紙質なんですよね。まあなんか紙質を伝えづらいんですけど、とりあえず今から見たいと思います。このね、写真の量が結構すごすぎますね。なんかちっちゃい写真とか、大きい写真とか、いろいろ載ってるんですけど、もう今までの解放、まあこれ解放っていう一応概念なんですけど、解放という概念よりは、どちらかというと、写真集ですね。写真集に近い感じがします。写真がいろいろ載ってて、まあ前半戦は写真がほとんど写真で、で後半戦はまあインタビューとか結構対談とか載ってて、でまあさらには言うと動画付きで、まあ先ほど動画も見たんですけど、まあ動画も非常に楽しくて、なんか見応えのある解放だなって思いました。なんか5人のショットもあるし、なんか面白い格好した写真もあるし、で、メンバーがメンバーを撮ったような写真もあるし、本当にバラエティの富んだいろんな写真があって、まあかっこいい写真もあれば、まあ笑っちゃうような写真もあれば、なんかセクシーな写真もあって、なんかこの翔くんの写真とか、ちょっと結構セクシーな感じなんですけど、セクシーでびっくりしたんですけど、まあいろんな写真があって、本当に充実した面白い写真が多いんですよね。充実した内容だなって思いますね。いや、こちら本当に素晴らしいですね。なんか嵐が活動休止に入って、嵐のファンクラブに入ってる意義っていうのがあんま感じられるのかな、どうかなって思ってたんですけど、この解放が届いて、もう実質写真集みたいな感じで、まあちょっと写真集にしては薄いんですけど、まあ本当に紙質もいいし写真集みたいな感じなので、ちょっとなんかやっぱファンクラブに入ってた意義があったかなって思いました。まあ今回の解放は、まあ5人でいる時のまだ VS 嵐とか仕上がれとかの最終回あたりの解放なので、まあまだ5人の状態なんですけど、この後の解放ってどうなっていくのかなっていう、そこが本当にすごい気になるところですね。で、嵐の話で言うと、まあ最近ちょっとあった、お、嬉しいなって思ったことなんですけど、オリンピックのナビゲーターで、で、相葉ちゃんが、まあ、誰だったかな、誰かの選手のインタビューをするとかいう特集みたいなのをやってて、まあ、その時に相葉ちゃんを紹介する時に、嵐の相葉雅紀さんがって言ってくれてて、嵐は活動休止でもまだ嵐の相葉雅紀さんって言ってくれるんだと思って、まあ、ちょっと嬉しくなりました。まあ、今回は解放の話をしたんですけど、まあ、これから解放が届くって人も結構なんか遅延が出てるみたいなので、まあこれから解放が届くって人も結構いると思うんで、まあ本当に期待していい永久保存版の一冊だなと思いました。はい、以上、もちもち TV でした。